はようございます。金城奈々江です。今週のおはようインタビューパート2は、カップ入りサラダなどカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城博史代表取締役社長にお話を伺います。大城社長は那覇市ご出身の43歳。2005年に家族でグリーンフィールドを創業しました。今日は事業内容や創業の経緯について伺っています。私たちの主力の事業はですね、量販店さんにサラダや炒めセットを商品を納めさせていただいてます。であとは居酒屋さんとかファーストフードとか、そういった外食チェーン店さんにも業務用のカット野菜を納品させていただいています。それが大体主要な商品のラインナップになってます。御社の創業についても伺っていきたいんですが、どのような形で誕生したんでしょうか。もともとですね、創業者が生産者、自分で畑もやってたんですけども、天候によってですね、せっかく育てた野菜がですね、規格外になっちゃって、でそれで出荷できなかったり、泣く泣く畑で処分したりっていうのを目の当たりにして悩んでた時にですね、アメリカのスーパーでカット野菜の陳列を見た時にですね、もうほとんど7割がカット野菜のコーナーなんですね。でそれを見て、日本もいずれこういうカット野菜が主流になっていく、簡便さを求めていくようになるっていうのを見た時に、この規格外の野菜をカットさえすればですね、どちらにとっても生産者にとっても、これから世の中のこの食生活の変化にマッチするということで、ちょっとそれからヒントでですね、カット野菜を始めようって思ったのがですね、創業の原点であります。そうですか。創業者の方は大城社長のお父様ですか。はい。そうですか。農業を営んでいてということなんですが、その当時はどういったお野菜を栽培されてたんですか。その時はもうレタスを自分たちで栽培してたんですけど、これが天候によって大きくならずにですね、でちっちゃいまま、これでは売り物にならないけど、物はいいんですよ、ただちっちゃいっていうだけで、だそれをスライスさえすればね、鮮度はいいから分からないですよね。だから生産者にとっても売ることができ、お金になりますよね。それでどっちにとってもこれはいいだろうということで立ち上げたのがきっかけです。そして有限会社グリーンフィールドが設立されたということで、何年ぐらい前になりますか。2005年に、はい、設立してますので、もう18年、来年19年ぐらいになります。そうですか。間もなく20周年を迎えられるということなんですね。そうですね、はい。会社設立をした当初なんですけれども、どのような形でビジネススタートされたんでしょうか。最初は私とですね、父とあと一人おじど、この家族身内3名でスタートしてます。父は野菜の流通に関しては知識は持ってるんですけど、おじは野菜の経験が全くなくてですね、で私もまだその時25歳でしたので、野菜のもう本当に何もわからないど素人軍団で始めたのが最初です。で11名の採用、パートのスタッフを採用して、でそこからいろいろ量販店さんに営業したりですね、外食さんに営業したりっていうのをやってます。そこから御社のこのビジネスが急成長したのは設立からどのぐらい後でしょうか。最初はやっぱり5年ぐらいはですね、なかなかこのカット野菜ということ、商品自体あまり世間に認知されなかったんですね。だからなかなか商売を軌道に乗せるのはだいたい5、6年ぐらいはかかってます。で6年目ぐらいから徐々にですね、社会の何です共働きとかで、ほらもう時間が忙しい、お母さんたちも忙しいで、沖縄は転勤者が多かったりしますので、そういった男性がカット野菜を、野菜の健康意識の高まりもあると思うんですけどね、そういったことで徐々にカット野菜が
認知されるようになってからは徐々に軌道に商売が軌道に乗っていったっていうのがあります。そうですか。御社のカット野菜なんですけれども、どちらから調達しているんでしょうか。はい、1年を通してですね、まず自社農場と県外の契約生産者さんからこの2パターンで主にこの野菜を調達しています。で、自社の農場はですね、この冬場ちょうど11月からだいたい4月末までは沖縄でこれ作物栽培できますので、自分たち の農場ではレタスとかキャベツとかそういったものを栽培して、でそれをグリーンフィールドに納品して使用してます。で、5月からだいたい10月末ぐらいまでは県外に頼りますので、長野と群馬の契約産地から直接船で引っ張ってきてこの使用してます。で、それ以外の少量の野菜はですね、市場の方から調達して使用してます。本社の隣には中央卸売市場もあって、そちらから調達してくるお野菜もあるということなんですね。はい、今週のおはようインタビューパート2は、有限会社グリーンフィールド大城博史社長にお話を伺います。おはようございます。金城七重です。今週のおはようインタビューパート2は、カップ入りサラダなどカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城博史代表取締役社長にお話を伺っています。今日は初めに会社成長期に感じていた課題について伺っています。成長の時に人をね、たくさん採用していたんです。あの時は特にそんなに人手不足とかっていうのは今ほど大変ではなかったんですけど、どんどん商品と売上が増えていって、社員のスタッフも採用も、最初12名からスタートしたんですけど、もう何か気づいたら30名、50名、80名、100名という形でなっていく中で、社内統制がなかなかね、人材育成も全くない中で人が多くなるっていう、そういう混乱みたいなのは逆にありました。そうですか。うん、そうした中どのように取り組まれたんですか。そうですね、もうまずはこの人材育成をしないと、私自身含めてですね、ちょっと企業体質を変えないと、このままだとただ会社の規模だけが大きくなるっていうちょっと危機感を感じてですね、そこからは経営者含めて、私含めてですね、社員と皆さんと一緒に勉強しながら、それでちょっと社内改革をやっていったのが、きっかけであります。そうですか。その社内改革というのは、皆さん一人一人に会社の方針を伝えて、そしてやはり社員の皆さんが働きやすい環境も整えということで、両輪で行ったんでしょうか。そうですね、まずはこの会社は何のためにあるのか、で、うちの理念にこの会社は、全社員物心両面の幸福を追求するためにあるっていうのと、あと沖縄県民のね、皆さんの食生活を向上させるっていうあるんですけども、やっぱり社員の皆さんが幸せ、この会社に働いててよかったって思ってもらえるような会社にならないといけないと思ったんですよ。で、それでこの会社の意義やこの経営者のね、思いとか、私はこういうふうに経営したいとか、こういう会社にしていきたいっていうものを社員の皆さんにね、語っていくっていうんですか、そういうところから始めました。やっぱりこう社長の思いを、経営者の思いをしっかり伝えないと、皆さんと一緒にこう一つのものを成し遂げることは厳しいかもしれないという危機感にあって取り組まれたんですね。はい。その当時さまざまなこう国の方、外国籍の方も積極的に採用されたそうですね。もうその当時はですね、本当にもう注文がどんどん増えていきましたので、なかなか採用が追いつかなくて、でそれで外国の方とかそういった人たちを増やしていったっていうのはあります。
先ほど御社の廊下を通りがかったときに日本語以外の言語でご紹介されているポスターなども拝見して、やはりそういったさまざまな国の方が働いているという部分で配慮も日頃からなさっているんでしょうか。やっぱり3カ国の方が、フィリピン、ベトナム、あとネパール、3カ国仕事でですね、困らないようにマニュアルも3カ国語準備してあげたりはやってますよ。マニュアルなどもじゃあ全て日本語からそれぞれの言語に通訳されてるんですね。英語だったり、ベトナム語と、日本語、この3つ。そうですか。さまざまな国の方が一緒に働くということで、やはりいろんな文化に触れて社員の皆さんもとても成長していかれると思うんですけれども、何か皆さんでパーティーを開いたりっていうこともあったりするんですか。クリスマスとか繁忙期前にですね、ちょっとした飲み物とか食べ物を、出してあげてね、ケーキとか、そういったことはやってます。そうですか。はい、そういうお話を伺うととても働きやすい環境というふうに感じていて、社長もそのあたりはやっぱりしっかりと守らないとっていう思いでしょうか。創業当時はですね、本当にもう働く環境とか、そういうのがあんまり意識、そういうことを何と考えられなかったんですよ。もう商売が軌道に乗るまではそういう余裕もなかったんですけどね、けどやっぱりそうだと会社にしても社員にしてもやっぱり続かないんですよ。でそれで困ってですね、このままで会社成長しないなっていうことで、やっぱりこういうのをちょっとずつですね、本当に毎年ちょっとずつよくしていくっていう、日々そのあたりをアップデートしながら、そうだから急にそうなったっていうことではなくてですね、人材育成の取り組みなど日々の積み重ねが今につながっているということなんですね。明日のこの時間は大城社長の生い立ちや今のお仕事に携わることになったきっかけについて伺っていく予定です。おはようインタビューパート2、今週はカップ入りサラダなどカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城宏社長にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。今週のおはようインタビューパート2はカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城宏代表取締役社長にお話を伺っています。今日は社長の生い立ちや今のお仕事に携わることになったきっかけについて伺っています。社長、ご出身はどちらですか。出身は那覇市です。那覇市のご出身なんですね。幼い頃はどういったことに興味があるお子さんだったんでしょうか。そうですね、小学校から高校までは、バスケットをしてやってました。そうですか。フィババスケットボール沖縄で開催されましたけれども、熱くなったんじゃないですか。もう実際に現地でアリーナで行って応援しました。それぐらい大好きです。バスケットが好きで、もう部活動もバスケに情熱を注いでっていうことだったんですね。はい、もう青春時代はバスケットをずっとやってました。そうですか。そうした中で、今のお仕事に入ることになったきっかけ教えてください。もともとですね、大学を卒業したら別の会社で就職したんですけど、2年ぐらいしてですね、24歳ぐらいの時に父からですね、このカット野菜の事業の構想があるから、ぜひちょっとお前がやらないかっていうことでね、それで私その時まだ結婚もしてなかったですので、やるっていうことで、それで24歳の時に就職した会社を辞めて、それから修行しにですね、カット野菜の知識の習得のために福島県に1年間飛んで、同じようなカット野菜の会社で1年間働かせてもらって、25歳に戻ってきて、それから会社を立ち上げてます。そうですか。
ちなみに差し支えなければ前職は何だったんですか？前職はイバノさんで営業してました。そうだったんですね、はい、そこからこう今のお仕事につながる道、うん、初め戸惑いはなかったですか？いやもうその時は若いですのであんまり特に不安なく逆にワクワクしてましたよ最初は。そうですか、はい、で修行で福島県の方に行かれたと、うん、はい、そうですね1年間でそこで買った野菜の仕入れから製品から品質管理から全部署を回してもらってですね、はい、経験させてもらってでそこではもうずっとパソコン1台持ち込んでですね全部もう記録、はい、そうですか。その当時カット野菜の先進権が福島だったんですか？いや先進権ではなかったんですけどね沖縄と商売がバッティングしないっていうあれでねそれでちょっと沖縄より離れた東北だったらバッティングしないからっていうことでこの福島のカット野菜 の社長もね快く引き受けてくれました。その現場で働いていて感じたことというか印象に残っていることがあれば教えてください。そうです、あっちでの学び一番の学びはですね、あっちも同族会社の企業だったんですよ。でそこ の経営者から、同族会社をなんていうのちゃんと勉強しなさい、で社員が同族を外から見てどう感じて仕事してるのかそういったものは沖縄帰ると分からんはずだからっていうのは勉強になりました。だから沖縄に帰っても会社立ち上げても、最初は家族で立ち上げてましたけどね、家族以外のスタッフが増えていく時も常にねそこは意識しながら経営はしてきました。その時から働く方のご視点というのを忘れずにいらっしゃるんですね、うん、そういう原点はあったと思いますね。そして沖縄に戻ってこられて、いよいよ自分たちでカット野菜販売のビジネスということで、スタートはいかがでしたでしょうか？いや最初はですね、やっぱりまだ25歳だったんで、人の上に立って仕事をするっていう経験がなかったんですよ。だから何て言うんですかね、やってもらう人たち、自分の親と同じぐらいの世代の人たちばっかりですよね。だからそういうので、なんか自分をね、よく見せようとかね、っていうのもありましたし、あとは注文も仕事が忙しくてですね、だんだん余裕がなくなってくるんですよ。そうすると衝突が増えるんですよ、社員との衝突とか。もう本当に最初は人は入っては辞めていく、入っては辞めていくっていうのを繰り返して、でその時は業績もあんまり良くないですし、で借金もあるじゃないですか。だからだんだん余裕がなくなると、これを社員に当たるんですよ。でそうすると社員はどんどん辞めていくんですよ。この負のスパイラルっていうんですか、これに陥ったんですね、完全に。でその時はちょっと本当にさすがにね、これやばいっていうのはありました。そこでその負のスパイラルで社員さんがどんどん御社を離れていく、それを解消するためにやっぱり苦悩されたと思うんですけど、突破口になったことがあれば教えてください。こうやって本当に自分が悩んでる時に、ある本屋でね、一冊の本ちょっと手にした時に、その本に会社っていうのは社員の幸せのためにあるんですよっていうのを書かれてたんですよ。で本当に私その本を見た時に、全く今までの自分と逆のことを書かれてるもんで、ちょっと衝撃受けたんですね。一冊の本との出会いによる行動の変化が、その後の会社の運命を変えることになります。お話の続きはまた明日。おはようインタビュー、今週は有限会社グリーンフィールド大城宏社長にお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。今週のおはようインタビューパート2は、カップ入りサラダなどカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城宏氏代表取締役社長にお話を伺っています。今日は昨日に引き続き、ビジネスが軌道に乗る転換点となった出来事について伺っています。ある本屋でね、一冊の本ちょっと手にした時に、
その本に会社っていうのは社員の幸せのためにあるんですよっていうのを書かれてたんですよ。で本当に私その本を見た時に全く今までの自分と逆のことを書かれてるもんでちょっと衝撃受けたんですね。今まではもう自分が幸せになるためにとか路頭に迷わないためとかねいろいろもう自分のことばっかり心配してるけどそうではなくて会社っていうのは社員の幸せを考えないとダメなんですよっていうのを見た時にもう真逆じゃないですか。あこういう考え方しないとダメなんだなで今まで自分のこの考えが間違ってたんだなっていうのをこの時初めて気づいたんですよ。でそこからあ自分の考えは変えないといけないなっていうのに気づいたっていうのが始まりです。気がついて取り組み始めたことがあれば教えてください。もうだからこのまず自分がですねこの勉強してですねで自分だけ勉強しても今度はダメだと思ってやっぱりこれ社員のみんなと一緒に勉強して本当にこの会社を良くしていこうっていうのを始めたんですよ。でそれでまあ新卒のね大学正社員を初めて採用したりこういうちょっとずつね意識改革です、うん、まあ私の意識改革もしっかり社員の皆さんの意識改革も一緒にね取り組んでっていうのが今につながってると思います。そうですか。採用される社員の皆さんの年齢層の幅も広げて、うんうん、雇用も環境を整備した上で皆さんが働きやすいように賃金の面ですとか休暇ですとかそのあたりもよりクリアにしていったんですか。そうですね。最初の新入社員4名から採用するときは業績は赤字だったんですよ。ただこのままでは会社が変わらないと思ってやっぱり優秀な人を入れないといけないと思ったときに怖かったんですよ。赤字で新卒の子を入れると新卒の子を入れるってことは今の人たちの給与も上げないといけないんですよ。でそれをやってさらに新卒の子を採用するってなった時に会社が潰れるか潰れないかっていう心配があったんですけどね。けど自分の中でやっぱりこのまま会社を続けても10年後の自分の未来が想像できないんですよ。だったら、まあ、会社潰れてもいいから人をね採用してでそこをちゃんと育ててね会社を変えていこうっていうもう2択のうちの1択で採用にやってでこっちは人生かかって社員育成するんですよ。でそうするとやっぱり優秀な人たちがどんどん入るようになっていってでそこから会社がね良くなったっていうのは本当に実感としてあります。そうですか。大城社長のお話を伺っているとある意味背水の陣でよしこういうふうに採用していこうっていうふうに覚悟を決められたわけですね。そうですね。もう怖かったですよ。採用入れるのも怖いしやらないのも怖いそれはありました。そうですか。ちなみにその時社長いくつだったんですか。ですね30歳、32、3ぐらいだったと思いますね。その頃もうすでに社長でいらっしゃった。いやもう自分はですね役職は社長っていうのはここ5、6年前ですけどね、もう親父からはこのグリーンフィールドはこれあんたが社長のつもりで最初から一人で何でもやりなさいっていうことで言われてたんですよ、この設立からね。だからもう自分が最初は役職もなかったんですけども社長のつもりでやってきたんでね、あんまり役職は気にならなかったですよ。そして採用に際してこう考えを一新してその後業績が急成長されたんでしょうか。 そうですね。そこからやっぱり会社っていうのは本当に働いてる人とかそういう人たちの意識とかねモチベーションでね本当に変わるなっていうのは実体験としてつくづく強く感じてます。少し脱線しますが今人手不足というふうに言われていますけれどもその人手不足解消のためにいい人材を獲得するために大城社長自身は何が企業側にとって大切だと思いますか。やっぱりまず人手不足社員の皆さんがね辞めないっていうのが多分大切だと思うんですね。でやっぱり社員の皆さんが辞めないっていうのには結局会社を良くしていかんといけないんですよ。
でこれただ業績だけの話ではなくて、やっぱり社員の皆さんがこの会社に働いてて、あ、なんか良かったなとか、この会社が好きだなって思えるようなことだったら、ちょっとずつね、それの取り組みです、うん、でそうすると自然とね、あの会社の業績も、あの働いてる人たちのモチベーションが高くなると業績につながりますんでね。だからそのバランスっていうんですか、それは大事かなって思います。働く人を大切にし、経営者も共に学び続ける姿勢が会社の成長につながると感じました。おはようインタビューパート2、今週は有限会社グリーンフィールドの大城浩司社長にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。今週のおはようインタビューパート2は、カット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールド大城浩司社長にお話を伺っています。今日は今後力を入れて取り組んでいきたいことについて伺っています。来年ですね、この水耕栽培に参入してですね、自分たちでこの水耕栽培を導入して、でカット野菜だけではなくて、この水耕の野菜をですね、県内にもっともっと広めていきたいなっていうのがあるんですよ。でこの水耕栽培は自然のね、太陽の力を入れて、で年中1年間安定して県内で取れる野菜を作るっていうのがあるんですけどね、ハウスの中で栽培するもんですから、虫の付着のリスクもね、相当減らせるんですよ。でこれはやっぱり私たち同業の加工屋さんにしてもホテルにしても、やっぱりこういうリスクの少ない野菜っていうんですか、でしかも夏も安定して見込めるっていうのは、ものすごくお客さんにとってもこれ待ち望んでる野菜っていうんですか、だからこの水耕栽培でしっかりね、来期新しくこの完成しますんで、施設がそれがちょっと今力入れて案内していこうと思ってます。そうですか。その施設は自社農園になるんでしょうか。はい、そうです。差し支えなければ場所としてはどのあたりなんですか。はい、南城市の大里の方に自社農場の近くにですね、これ完成予定です。自社農場こう全体で、今おっしゃってた水耕栽培の施設も含めて、大きさ広さとしてはどのぐらいあるんでしょうか。自社農場としてはですね、だいたい2万坪ぐらい の面積があるんですけど、この水耕栽培の面積は600坪ぐらいあります。そうですか。はい、始めるこう野菜なんですけれども、品種としてはどういったものからスタートするんでしょうか。最初はこのグリーンフィールドでも使用しているグリーンリーフレタスをメインで栽培していく予定です。お店など搬入するのは大体いつ頃見込んでるんでしょうか。ですね、まずはグリーンフィールド向けに出荷して、はい、でそこからコンビニさん のベンダーさんとか、あとは外食さんとかには、来年の5月1日ぐらいには出荷、はい、できたらいいなと今計画立ててます。だからここを成功したら、これ1軒だけじゃなくてね、10軒50軒という形でこの水耕栽培の施設を増やしていってですね、で夏場でも台風が来てもちゃんと野菜を自分たちでね、県内で栽培して消費されるっていうちょっと環境をね、整えていきたいなっていうのはあります。確かに沖縄は特にこう離島県でもありますので、お野菜の販売っていうところ、とても天候に影響されますよね。特に夏場はもう台風の影響が受けると船がストップしたり、本土から野菜が来ないってなると、もうエア便とか、そういった状況、今年もそういう状況に見舞われましたのでね、そうすると一気にもう売り場から野菜がなくなるか、値段が高くなるか、もうあとは物が悪いっていうんですか、もうそういうのを毎年繰り返してるもんですから、だからやっぱり夏場でもしっかり県内で野菜がちゃんと取れればですね、そういうのをちょっとでも貢献できるかなと思います。確かに
それは消費者の皆さんに向けてもだと思うんですけれども、栽培していらっしゃる契約農家の皆さんの雇用や賃金の安定という部分も考えられてなんでしょうか。そうですね、やっぱりこういう、最高栽培をやることによってですね、どうしてもほら土でやる農業は腰を曲げたりするもんですから、なかなかもう体力的に難しくなっていくんですよ。けど水耕の場合は腰を曲げずに収穫をしたり植え付けできるもんですから、80歳になっても可能なんですよ。ってことは雇用の機会が生まれますし、やっぱりそういう意味でもこの水耕栽培はただ夏場の野菜の解消だけじゃなくてね、この働く人たちとか今後高齢化がますます広がっていく中で、そういう面でもちょっとはね貢献できると思います。今週のおはようインタビューパート2は、カップ入りサラダなどカット野菜を製造販売する有限会社グリーンフィールドの大城博社長にお話を伺いました。